したらいいんやけど、私好きなんだよ。はい、この赤いね、つけてもいいけど、まずこれ外そうかね。これさ、後ろね、ちょっと内緒なんやけど、壁紙が剥がれちゃうよ。1箇所、2箇所、3箇所ぐらい。これもうね、前の動画でもう何個もさ、これつけとおけ、つけ方はね、もうね楽勝なんよ。この配置をね、どうしようかなと思うよ。こうしてこうにするか、こう、いや、こうやな、こう、こっちをちょっと低くして、こっちをこう、なんかね、座っとって、こう座っとや、座っとって、こう手を伸ばせるところにしたいわけよ。こんなね、箱をピュッと取れたり、ね、暗くなったよね。なんかこれにしたらさ、もっと暗くなるけんさ、迷ったんやけど、こっちの色に、まあ、とりあえずつけてみましょう。マメボンチュとコラージュの素材。34センチの方。この紙を切って、本体合わせて、天板の位置やろ、天板の位置、はい、本体合わせて、もうね、バカッと、マイクをさ、ソニーのマイク今つけとんよ、デジカメに。これあんまり変わらんよね。コラージュの動画撮るのにマイクを買ったんよ。で、まずソニーのさ、あれを買ったんやけど、うちね、すっごいよ、今このマイクは後ろの音もちょっと拾うんやけど、まあ、多分拾っとうと思う。あれを消したら分かるけど、ブーちょっとが鳴るよと思う。冷蔵庫の音、最近音がね、すっごい激しいよ、ブーチューって言って。でこのさ、普通のさ動画、こうやって喋りの動画やったら多分全然気にならんと思うんやけど、まあ、なる人もおるかもしれんけどさ、コラージュの動画ってさ、喋らんわけよ。でここでさ、シーンとした中さするけんさ、ブーチュー音がしよって、なんか見てられんのよ。やけね、これよかったんやけどさ、これじゃあやっぱね、後ろの音拾うけさ、ブーチューわけよ。で iPhone だけやったらすっごいブーチューって言って、やけ指向性のさ、この後ろ拾わんやつに残った。動画開けてないけどね、やけマイクがさ、これはもうね、あれにソニーのね、デジカメにね、けど Vlog 用に変わらんやろ、あまり変わる、はい、はい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 。じゃあこんなんがね、入っとけね、こんなんが簡単よ、ものすごい。これしよっかなーって思うよ、人がもし来たことがないでさ、たらもうね、超簡単、私でもできるんで大丈夫。力もね、いらん、ライトは
誰でもできる。でね、このピン外すときもね、すっごい楽なんやけど、これこんなんで抜くんや。簡単よ。ほら、しょっちゅう抜ける。ちょっと皿持ってさ。これね、力はいらんのよ。力がいるってことはね、角度が違うってことだ。力を入れる。簡単です。今日も水平は測りません。あのね、座っとって手を伸ばして取れる位置にしたいんよ。だいぶ下目にしようと思って。これを取らないけんけさ、指が入らないけんやろ。これでもこれを隠さないけんね。あー困った。斜めといい、いい、いい、いいの、いいの。低いやろう。いいのよ。はい。
変えた。終わりました。まだちょっとこの辺が気に入らんのやけど、まあ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 こんな感じです。はい、ちょっとなんかさ暗くなりすぎた気もするけど、どうやろう。はい、こんな感じに、こんな感じになりました。はい、じゃあ最後ちょっと見ていただいて終わりにしようと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。はい、じゃあねー、またねー。前髪が絶対跳ねる。Never did I give in just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door, and from that moment.The best thing